はい、スイッチバスケットボールスクールオンラインをご覧の皆さん、こんにちは、武雄です。今日はですね、ディフェンスとのオフェンスとの距離、間を空けるシュートを打たせちゃいましょうっていう距離ですね。もうこれは一種の賭けというか、まあいろんなパターンでこう距離が空くことってあると思うんです。ボールマンを見てて、カバー見てて、急にパッて振られた時にもう距離が空いちゃってて追いつけない、だからシュートを打たれたとか。だけど、このパターンが一つと、あとは自分のついているマークマン、オフェンスがロングシュート、遠くからのシュートの確率が低いなと思った場合、中に来させないようにドライブを意識してこう構えるように、わざと距離を離してつくパターンとかももちろんあります。でこれでですね、距離が離れて、まあやっぱりシュート打たれます。これに対応した、ディフェンスですね。これも前々回と一緒です。とにかく距離が離れてシュートを打たれる場合には、思い切って手を伸ばして邪魔をしましょう。最大限のここまでの努力をしてくださいという、動画になってますんで、はい。まずはこちらの動画をご覧ください。はい、動画をご覧になっていただきました。今日は距離が離れたパターンですね。この時もうどういうシチュエーションであれ、もうそこのシチュエーション、なんでかって、なんでその距離が空いたのかっていうところは今日は割愛しますけども、とにかくディフェンスとオフェンスの距離が空いてしまってます。ボールを持たれました、確認されたらもうシュートを打たれますよね。これをできるだけもう邪魔してください。前回の中距離で距離が空いてしまった時の対処法と同じです。できるだけ相手のこの視野に入るように手が入る、大きくこうやってもいいですし、声を出してボールって言ってもいいですし、もう何でもいいと思います。とにかく相手の、邪魔、妨害ができるようなディフェンスを心がけてやるようにしてください。はい、それでは本日の動画は以上となります。